ハローゼよーっていう難しいな、それは。はい。では、2024年度大学入学共通テスト数学1への公表を始めていきたいと思います。で、数学の公表を担当します、早稲田合格塾とかで、数学の講師をしています、上岡と申します。よろしくお願いいたします。はい。で、今回の問題なんですけれども、実際問題としましては、標準的な問題が並んでいるかなっていうふうな、印象を今のところ受けていますね。今さっき解き終わったんですけど、とりあえずそんな感じの印象を受けてますね。ただ昨年度よりはちょっと解きづらい、気持ち解きづらいかなっていうふうな感じはありますけども、平均点に関しても多分50点前後のところを取れるような感じの問題になっていて、ただ問題としてもだいぶやっぱ4年間共通テストっていうものを経てきて、いろいろとね、なんか辛い過去とか2年前とかね、あったかもしれませんけれども、でもだいぶ良くなってきて、解きやすいというか、誘導に乗りやすいっていうんですかね、そういう風な感じの問題になってきてますし、数学の考え方みたいな感じのことをうまくマーク試験に落とし込んでいるかなっていう風な印象はございます。ただ一方でやっぱ分量は多いっていう風な感じのことはやっぱ感想として持ちますし、なかなか早く解かなくてはいけないっていう風な試験になってしまっているところはありますから、なかなか解きづらいところも多いとは思いますけれども、でもその速度に慣れていかないと、ちょっと残念ながらちょっと共通テストで得点を取ることは難しいところもあるので、典型的な処理を早く、そして考える時間をちゃんと取れるように、なんか勉強の方は進めていかなきゃいけなかったのかなっていうふうなことを、なんか解いてて感じましたね。はい。では、大問1の方から話を進めますが、大問1も、やっぱ初めの方に関しましては、基本的な計算って感じになりますが、大問2の後半、既得あたりからですかね。そういう風な感じのことからは、不等式によっての値の評価っていう風な話題になっています。この辺はちょっとやったことがないと難しいところにやっぱなってくるとは思いますから、ここの部分に関しては多少経験値がものを言うところはある。数学的に、なんか近似値ではなく、不等式で評価したことがあれば、ある程度誘導には乗りやすいが、そういうことができないと、振るい落とされてしまう感覚はあるかなという感じがしますね。大問2ですね。で、大問2の1に関しましては、二次関数が絡んだような問題ですけれども、実際はなんか台形の辺上の同点 PQ があって、そこから作られる三角形 BPQ の面積を、T の関数で表していただいて、それから、最大値最小値の話だったり、またはなんかグラフの話につなげていくような問題になっています。図としては、大体こんな感じ。で、この斜線でついている BPQ の面積に関する、考察っていうものをしていくっていうのが流れになってきます。で、この BPQ の面積なんですけども、なんか出すとすれば、OP、BC の順番で、ここの部分あって、ここの三角形と、ここの三角形の面積を省いてあげれば、この斜線部の面積に関しては一応計算ができるので、それからうまく計算していこうって感じになるんですけれども、で、2B とか使っておければ、こんなやつ、ベクトル BP とかベクトル PQ かを補正分表示してもらって、それで面積 S っていうのを2分の1かける絶対値 x3y2-x2y1 とかで、計算するみたいな、計算テクニックは一応存在しましたね。そういう風な感じのものを使っていただいて、計算してもいいのかなという風な感じでは思いました。で、あとはもう本当に倍分けをして計算していくって感じですけど、t が3の前後、表し方が変わるんで、そこで倍分けをしてもらって、それでグラフを書いてあげて、最大値、最小値の考察っていうものをしてください。で、最後の、空傾向のところですけれども、空傾向のところに関しても、グラフ書いてもらって、面積が10以下みたいに考えてもらった方が、視覚的に判断はしやすいかもしれません。どういうことかって話なんですけど、はい。で、こんなグラフ書いていただければ、青い点とこの青い点の間の部分だけが面積10以下になるはずだから、この青い点と青い点に当たるところを求めて、ここの差のところが面積が10以下となるような、時間って感じだね。全然言ってなかったけど、横、ごめん。時間変数 t にしてね。t 秒後みたいな感じにして、面積を s って表示してるけど、そういう風な感じで青いところを求めて、その間を出すみたいな計算をすると、うまく出せるかなって感じはしますね。はい。で、まずこれで大問2の1の方が終わって、大問2の2なんですけども、これはデータの分析の問題で、基本的な知識を知ってれば、前半戦はどんどん埋めることができるはずです。ポッチの1に関しましては、最頻値、中央値に関する話で、数えれば埋められるはずで、で、2番目に関しましても、箱ひげ図から、読み取りをしていくって感じですね。早い方から13番目っていう風な感じの言葉遣いって感じのことが、ちょうど早い方から13番目なんで、小さい方が早い方のはずだから、第一四分位数に当たるはずなんで、その第一四分位数の比較をしたりすればいいし、四分位範囲を比較するだけだしっていう風な話なんで、ポッチの2に関しても、計算してあげればできると思いますね。で、ポッチの3になってくると、新しい変量みたいなものを、定義することになりますね。その Z っていうものを定義して、Z を計算していけばいいって話なんですが、Z の意味っていうものが、細かくわからなくても、Z に当たるものを計算してしまって、それから考察に当たるもの、しっかりと計算してくれればいいって感じですね。で、ここの部分は時間はかかると思いますが、ポッチの1とかポッチの2とかを早く終わらせて、ポッチの3に時間を使うっていうふうなことが一つの鍵になると思いますね。はい。で、括弧2番に関しましては、データの相関に関する話になってて、
まあ、散布図から読み取れること、散布図から読み取れる相関係数の話だったり、普通に読み取れることに関して、まあ、A と B それぞれで聞かれてます。まあ、一応 A で聞かれてるのが普通に読み取れることを、B で使っているのが、相関係数に関する話だね。まあ、それをまあ読み取ってもらえればいいんで、そのまま正答を埋めていただけると思いますので、まあ、そこまでデータの分析に関しては煩雑さはないかなって感じはしますね。近年で言うとやっぱ2年前の問題が、なんかすごいインパクトが強かったんで、データの分析は難しくなっている印象はまあ正直あるわけですし、まあ、それに向かって対策をしなきゃいけないところも気持ちとしてはあったと思うんですが、まあ、2023年度みたいな感じで、まあ、そんなに難しくはない出題になっていますね。これから先難しい出題があるのかないのか、まあ、それはちょっとよくわかんないですけども、まあ、でも、まあ、なんかだいぶ難易度に関しましては調整をしているのかなっていうふうな印象は受けます。はい。では、大門さんの解説に移っていきたいと思います。で、大門さん以降は、まあ、3から5で2台選択するって話なんですが、まあ、大門さんは一応倍の数確率が扱われています。で、まず、1番の、ポッチの1、ポッチの2あたりでは、普通に数えていけばなんとかなる、みたいな感じの問題になっています。で、そのポッチの1やポッチの2の数え方を利用して、まあ、3番目に関しまして、ポッチの3に関しては、数えていけば一応できますよっていう風な出題にはなっています。まあ、ポッチの3に関しては、ま、誘導を無視して、余事象というか、まあ、否定というか、まあ、そういう風な感じのことを考えていただくっていう風な感じでもいいわけなんですけれども、まあ、そういう風な問題には一応なっています。で、括弧2番ですけれども、括弧2番に関しましても、まあ、ポッチの1、で、とりあえず、ま、普通に数数えて6個、みたいな感じになるんですが、そのポッチの1で数えた結果を利用してあげて、まあ、ポッチの2っていう風な感じのことを計算させるっていう風な次第になっていますね。OK。で、その考え方をまた利用して、ポッチの3ね、まあ、考えていくって感じになったりするんで、まあ、考え方をなんかうまく、同じ考え方を利用して、数が増えても対応できるっていう風な感じの次第にはなっているって感じなんで、うまく誘導にここは乗っていかないといけないっていう風な感じになるのかなって感じですね。まあ、ちょっと全化式っぽい考え方になっているんで、なんかちょっと数列をやっている子の方が、まあ、有利なところもあるかなって感じはしますけども、括弧2番に関してはそういう誘導問題になってますね。で、括弧3番も、まあ、内容は複雑になるんですけども、まあ、結局は誘導問題みたいな感じになっていますね。まあ、これ6回の試行で初めて ABCD が揃う確率だけれども、まあ、太郎さんのこの言葉遣いから5回目までに ABC を取り出して6回目に初めて D っていう風な感じで言われているが、花子さんが、まあ、3回目4回目5回目で分けて考えようっていう風な感じで言ってて、で分けて考えていく結果に関しましては、括弧2までの考え方を一部利用しながら、まあ、計算していくって感じになって、前の問題をまたつなげて大きい場合に拡張していくっていう風な感じのことを、まあ、していくという風な問題に、まあ、なっているわけですね。まあ、誘導者はすごい綺麗な、まあ、誘導になっていますが、まあ、ただその誘導に乗れないとなかなか得点をするのが難しい出題になっていて、去年の場合の数確率の問題に関してもやっぱり同じ同じような感じで前半で使ったことを後半で、まあ、やっぱ扱っていくって感じにはなっていたと思うんですけども、今年もその流れっていう風なものを引き継いだものになっているかなって感じはしますが、ただまあ今年の方がやっぱし内容としては少し難易度は上がっていて、まあ、去年みたいになんか少し簡単にさっと解けるような問題にはなってないから、まあ、大変だなっていう風な印象は受けます。で、大問4なんですけども、まあ、これいきなりね N 進法の問題を見て、まあ、結構なんか度肝を抜かれるところはあるんですけれども、まあ、ちゃんと様子を読んでみたら、まあ、なんかその秒数10進法で書かれた秒数を、まあ、3進法にしなさい、4進法にしなさい、6進法にしなさいみたいな問題になっているなっていう風な感じのことに気づけると思いますから、まあ、左側の文章をしっかりと読んでもらうっていう風な感じのことは初めは大切かもしれません。で、過去1番 T6 はスタートしてから10進法で40秒後にってやつが、まあ、その読んだ結果から6進法に直せばいいんだなっていう風な感じで考えていただけると思います。まあ、この辺り1つずつ4進法に2桁ずつで区切って1つずつ4進法にしていくと、まあ、一気に4進法への変換っていう風な感じのことが一応できたりもしますね。はい。で、まあ、あと2番目に関しましては T4 スタートさせた後始めが000って話なんで、マックスの桁333まで表示されたら戻るって話になるから、まあ、4進法の数全種類みたいなことを考えれば、ま、出せますし。で、同じような感じで T6 に関しても出せて、また T4 と T6 の周期の最小公倍数取れば、まあ、傾向差しに関しては埋まると思いますね。はい、続けて3番目、過去3番に関して話を進めていきますが、まあ、0以上の整数 L に対して T4 をスタートさせた L 秒後に T4 が012と表示されることと、なんちゃらは同値であるって話になりますが、まあ、これに関しては、こんな感じで、まず、012の4進法が、まあ、6になるので、まあ、6秒後に012がとりあえず取れるんですけれども、ただその後、先ほどの括弧2の考察で、まあ、64秒ごとに同じ表示が現れるって話になるから、まあ、そこは6から64足してってあげた数字っていうのが、012が表示される瞬間だってことになるので、まあ、一番下、まあ、64で割った余りが6だっていう風な感じで考察することができると思います。まあ、そんな感じで考察をしていってください。T3 について同じ考察をすると、っていう僕らが求めたい M に関しては 64X プラス6の形で括弧3から表示できるし、 T3 での考察で 27Y プラス5、まあ、5っていうのは012の3進法が5だから、まあ、27Y プラス5の形で表示できて、まあ、そこからまあ整理をしていくという風な感じですね。 M は一旦無視して右2つの式で整理をすることになりますね。で、右2つの式で整理をしてあげることによって 27Y-64X イコール1になっていつもの形になるから、まあ、X と Y の関係性出してあげて、まあ、それから M を求めていくっていう風な流れがまあ出てくるわけです。で、それと全く
く同じことを最後の手のところでもやっていくわけですね。はい、その手のところに関しては、まあ、64X プラス6に関してはさっきと一緒で、まあ、T6 の方について記号させれば 216Z プラス8の形になり、まあ、それからこの等式が得られるわけですね。ただこの等式の左辺なんですけども、これ2でくくれて偶数だってことわかるんで、まあ、左辺偶数は1右辺になることは 100% ありませんから、まあ、X と Z が整数とするならば、この等式を満たす XZ は存在しないと主張することができるんで、そうすると選択肢としては手は3番になるというふうな感じになってて、まあ、分かれば美しい問題だし解きやすいんだけど、ただちょっとこの後半の考察は、まあ、やりづらい子が多いのかなっていうふうな感じは、まあ、しますね。はい。では4番の解説終わって最後5番ですね。星型の問題に移りましょう。で、この5番ですけども、メネラウスの定理とかを利用していくことによって、比をね、いろいろ求めていくっていうのが、あ、い、うのところでやっていくことですね。まあ、その比からうまく、BQQRRD の比率を求めていくっていうふうなことができると思いますね。で、続けて2番目の問題に関しましては、まあ、1つ目は方べきの定理使っていただければ、まあ、計算ができるって感じになってて、まあ、この辺まではある程度基本的な計算でいけるが、まあ、ただ星型って見づらい図形だから結構やりづらいんじゃないかなっていうふうなことは、まあ、感触としては受けますね。なんで、まあ、なんかそんな一筋縄まではいかないかなって感じはします。こう見ると、まあ、数えて、まあ、結構やや難しめというか、まあ、どれもなんか深い考察が必要だったり煩雑な状態設定だったり、まあ、そういうものがあったりするから、今年に関しては、まあ、どれもちょっと難しめなのかなっていう風な印象を受けますね。はい。で、ポチの2ですけれども、ポチの2に関しましては、またこれも方べきの定理を使って埋めていくことによって代償関係を把握する。で、その後 X っていう風な円周上の点を取るから、円周上の点だったら方べきの定理が成り立つので、まあ、この個のところは統合になる。まあ、それを比較することによって XQ と DQ の比較ができて、まあ、円の中なのか外なのか、まあ、円周上なのか、まあ、そういう風な感じのことが判定できますよっていう風な流れをポッチの2で掴みます。で、ポッチの2で掴んだ流れをポッチの3で利用していくって感じになりますね。まあ、A と B 2つ点があるわけなんですけども、 CDE を通る円で A と B って感じになるから、また方べきの定理をうまく利用してあげて計算してあげて、外にあるのか内にあるのか、ポッチの2と全く同じ流れで把握していくっていう風な問題になっていますね。で、ここはまあなんかスとセ2つやる必要あったのかみたいなところは、まあ一応あるんですけど、まあ全部の点について考察したかったんでしょうね。まあそういう風な感じで2つ出てきてるんですが、まあなんか2回やる必要があったのかっていうのは、なんとも言えないかなっていう風な感じは、まあちょっと正直な感想としては受けます。はい。で、これで、数学 1A の解説に関しては以上って感じになりますが、まあ受験生の皆さんは、まあこれでまあ共通テスト 1A、2B が終わったわけなんですけれども、まあここの部分でね、まあ出てきた結果に関してはもうしょうがないと言ったらいいかわかんないけれども、まあいい結果だったらそれはまあ喜んで、まあ悪い結果だったら、まあそこの部分でめげずにって感じかな。めげずにね、まあこれから先の試験もまだあるはずだし、まあ私立医学部に関してはもう、まあ2日後、3日後、まあ試験になってくるはずですしね。まあ実際に普通の入試をする子に関しても2月の前半戦がもう入試の始めだね。まあそういう風になってくるんで、まあ理系の子は本当に数学3しっかり頑張るだったり、まあ 1A、2B しっかり頑張るだったり、まあそこの部分ね、まあそこはもう二次試験に向けて、しっかりと目を向けてね、頑張っていただけたら嬉しいなと思いますね。で、まだ、受験生じゃない子たちに向けて、まあ少しメッセージを残しておくならば、まあ実際共通テストに関しても、まあもちろん誘導的なものとか、そういうの乗らなきゃいけないことは確かですけれども、まあ大人が見ればって感じですけれども、数学でよくやるような、まあ手法、とかを、まあ、誘導として書いているだけっていう風なところは色合いとしてあったりします。ですので、まあ、共通テストの対策をするというよりは、まあ、ちゃんと数学を学ぶ練習をした方がいいと思いますね。まあ、もちろん問題を解いてあげるっていう風な感じのこともそうだと思いますけれども、まあ、この問題がこう変わったらどうなのかなっていう風な感じのことを、まあ、深く考察していくっていう風なことが、まあ、普段の勉強だったり、まあ、そういうところで必要になってくるかもしれないし、まあ、場合によっては、まあ、学校の授業とかでね、まあ、そういう風な感じのこととかを、まあ、しっかりと先生の話を聞いてですね、まあ、それで分かっていただくみたいな感じのこととかの方が、まあ、共通テスト対策に結果として繋がるんじゃないかなって感じはします。まあ、なんで、ま、数学をね、しっかりと勉強していくことが、ま、重要だとは考えますから、マーク式の試験だからそれに慣れるというわけじゃなくて、まあ、しっかりと、ま、数学の勉強ね、していくっていう風な姿勢を持って、今後の勉強ね、していただけたら嬉しいなと思います。共通テスト 2B の解説に関しましては、ゆうてらのチャンネルの方で出していたりしますので、そちらの方もぜひチェックしてみてください。では、共通テスト 1A の解説、以上にしたいと思います。すいません。ですか、いかですか。まあ、難しいですね。やや難しいかな。去年よりやや難しいかなって感じですね。はい。はい。